パズルボブルの3か。ですね。パズルボブル3、セガサタン。これね。はい。お注文のパズルとしては異色のビリヤード要素を取り入れたアーケード版の、作品異色第3弾。新しいバブルが登場したり、一般公募で作成されたデザインのラウンドでプレイできるコレクションモードなどが採用されています。はい。こんな感じのゲームですね。はい。じゃあちょっとやってみましょう。セガサターンだからセガサターンのコントローラーつなぐか。セガサターン。Now loading。パズルボブル私のパンチを受けてみろ。ホイール・オブ・フォーチュン。レディーゴー。ランケン。ランケン。ランケン。知らんけど波動拳みたいなやってるやん。なんか知らんけどね。何かは知らんよ。何かは知らんけど波動拳みたいなやってるやん。アーケードチャレンジコレクションオプション。とりあえずアーケードモード。一人で対戦。一人で対戦。普通。じゃあこのキャラで名前知らない。全部つながった。あら、勝手に送り込まれることが。黄色。ああ、つながらんかった。伸びてきちゃったよ。ああ、ちゃうな。微妙に合わない。微妙に思ってるとこに行かない。黄色ね。ああ、いいよいいよ、いい感じ。なんか知らんけど全部消えた。ああ、向こうがゲームオーバーしたんだね。クイズ。
あ、敵キャラのその選択なんやね。敵キャラはそのクイズのキャラクターなんか。緑。緑ね。ああ、緑当たらず。紫な。緑。青か。赤ね。あ、この虹はない。この虹はない。この虹はない。あ、虹は勝手に変わった。あんま手応えもなく勝ちって。ああ、なんか出てきたよ。ちっちゃ、思ったよりちっちゃかって。でかいんかな思ったらちっちゃかって。また新色が増えた。揃えるの難しいね。あかんな。結構くっつけるの難しいね。あ、惜しいな。オッケー、いいよいいよ。あ、骨、あそこじゃないな。緑、よいしょ。オッケー、何もせんと。大してこっちも消してないと思うんやけど倒してボブルも消さずに勝てて。まーちゃん、すごいね、なんかすごい撫でた目をしてる目がハの字、目がハの字の人との勝負。緑か、紫、あ、紫。あー、ちゃうな。うまい、うまい。あー、そこくっついちゃうか。うまい。あー、ずれた。あー、ちゃうな。表とこ来てへんな。勝ったしな相変わらず手応えがないあんまこっちも攻めてる感もないしな
アクション。謎の格闘キャラ。あかん、連れてた。うん、波動拳的な人おんねん、あいつ。ああ、ちゃうな。はい、うーん、青か。青いらんな。行かない。思ってたとことちゃうな。あそこにくっつくんや。あーちゃうな。 OK、 よーし、勝った。Yes。 あなたの未来が幸せでありますように。謎のタロット占い師。癖があるな。ハイパイに癖が。ああ、ずれた。あ、入らない。あー、思ってたとことちゃうな。あー、負けた。負けちゃったやん。あ、コンティニューシステムね。はい、ということでございました。はい、ということでパズルボブル3お試しプレイでした。95のネオジオ版ですね。プレステ版は以前買ったかなんか、福袋かなんかで出たけど、今回やるのは95のネオジオ版です。第2弾、今回は登場キャラクター自由に組み合わせたオリジナルチームを作れるエディット機能が追加。スポーツチームの3人にか、代わり、その人たちが登場するみたいです。あんまり詳しくない。アンディ・ボガードぐらいしか知らないんで。はい、じゃあキングオブファイターズ95やってみましょう。早っ。もう画面が来て。デモゲーム、How to play、How to play 見ましょう。弱パンチ、強パンチ、弱キック、強キック。
これどれがどのボタンだろう。ポリメガのそのままのコントローラーでやってますけど、どれがどのボタンなのか。 A ボタン、 A がこれか。パッドセット、A、B、C、D か。わかりました。私の中でのボタンがわかりました。だから A が、プレステでいう四角ボタンかな。うん、四角、続いて B が×ボタン。PS の×ボタン。で、C が三角ボタンね。で、D が丸ボタンっていう感じです。その上でさらに、さっきの説明を見たい。もう始めるしかない。はい。説明をもう一回見たかった。チームプレイしましょう。の。どのチームにしましょうか。ボガードさんいるとこ行こうか。じゃあこれでいきまーす。ほんまにロード時間ないな。サクサクいくぜ。ジョー、バーサ、チン、レディー、ゴー。なんか同情し言ってたな。どれ同情しや。どれ同情しない。パーの。パーが分かれへん。パーの溜め方が分かれへん。あー、やられました。パーを溜めるボタンを探していた。あ、体力回復しちゃうんや。ある程度体力回復しちゃうみたいですね。ギリギリで倒す。ギリギリでチンを倒しました。アテナ投げ飛ばし、投げ飛ばし、ガードが置かれ、よし。やられた。やられて。いきましょう。アンディ・ボガート。テリーか。テリーでした。アンディ・ボガートじゃなかった。全く技がわからないので、とりあえず、もうキック、キックしかないよね。もうテリーといえば、もうキックみたいなとこあるからさ。よっしゃ、キック。さあ、1位置まで持ち込みましたけども、体力はこっちの方が削られております。何を食べてるんでしょうね。私もそれが食いたい。はい、ボロ負けです。ちゃんと負けのシーンがあるのね。向かうところ的なしゃでーっつって、どうしよう、これにしようか。このチームで、さっきと同じチーム、敵チーム、さっきと同じ。知らぬ今井ね。こいつは聞いたことあるよ、名前は。うん、おお、痛い痛い
痛いよ痛いよ強いよ。チンさん強いやん。キング、キング、名前キングやからね、それ勝たないと。よーしゃ、キング勝った。とりあえずね、とりあえず一勝。キングワン。よいしょ。OK、ナイス、ナイスキック。キックのみで、キックのみでここまで減らす。なんかもらい事故的な勝ち方なんか勝った予感がないもらい事故勝ちやねん。何食ってんだよな。おまんじゅうかな。おまんじゅうおいしいですかって。おまんじゅうはおいしいですかって。投げる、キングの投げです。キング投げ。キングで勝つか。あー、キングで勝てない。めっちゃなめぷしてるユリがなめぷしてる。お尻ペンペンするからやで。お尻ペンペンするからもうすごいギリギリの戦いやで。ナイスか。ギリギリの勝利。よくアマタオじゃない。超能力も捨てたもんじゃないわねつって。なんとか勝ちました。2戦目。さっきと同じでいいか。おお、すごい。めっちゃ足場悪いやん。うん、音がずれてんな。これどっちが悪い。キャプチャーの問題か。ポリメーカーが音ずれてるのか。なんか音がずれてる感じがしますね。蹴ってからダイバートにウォーア言うてるけど。あ、やばい。マキシマム。マキシマムやけど、技の出し方がわからない。パーマンタやったのに。やっぱキングでね。キングでやっぱその、話していかないと。よし、ナイスキック。キングのキックでね。ブラック、うわすごい投げ飛ばし。あー、やられた。キングがやられる。ナメプや、ナメプユリ。ヒップアタックめっちゃ強いこれ。あ、やめてその投げ技。ちょっと下がろう。あ、はい、ただ追い詰められて死にましたただ追い詰められてやられた。
悪党に男女は関係ない、怪我をするのが嫌なら帰ることだっつって、あ、ネームエントリー、コンティニューせんといくとどうなる、ゲームオーバー。あ、5位取りましたよ。はい、データセーブしておきましょう。ハウトゥープレイをもう一回見とこう。 A が弱パンチ、 C が強パンチね、 B で弱キック、 D で強キックね、同時押しで吹っ飛ばし、攻撃避けは A と B、 避けてる時に C でカウンター、 ABC 連打でパワーをため、ちょっともう一回シングルプレイ。なんでこいつは使われんの？あ、倒したからか。そういうことね。あ、これでパワー貯めてんのか。はい、貯めた。投げ技飛ばし攻撃やん。ほなやろかーつって、よっしゃい、パワーを貯めたとてその使い方が分からへん。パワーの貯め方は学んだけど。おお、圧倒的な負けやった。圧倒的な負けでした。私負けましたわと。ゲームオブ。はい、というところでキングオブファイター95でございました。さあ続いてエアーズアドベンチャーね。エアーズアドベンチャー、長野守デザインのキャラクターが 3D 化されて登場。 3D 空間をポリゴンキャラが移動し、戦闘も 3D で繰り広げられる。ストーリー性を重視しており、17世紀ヨーロッパをベースにしたファンタジーワールドで若き公爵ヘンリーが活躍する。そんな RPG ゲームみたいですね。はい、というところで、ちょっとやってみましょうか。ゲームスタディオ、ステューディオね、ゲームステューディオ。
はい、イヤーズアドベンチャー行きましょう。冒険を選ぶ、冒険を選びましょう。うん、新しい冒険です。ヒーローの名前を決めてください。どれ、これどれを選ん、あ、これか邪魔者が多すぎんねん邪魔者が多すぎてどれを選んでるのか分からへんやり方も独特やな。エンターね。スタートボタンで始めれない。コミカルなスタートですね。ヒロインの名前もうお任せでいいわ。コーリン、キャンディス、パトリシア、ハート、マレイン、ハート、ハート、シャルロット、カリン、ハート、ハート、ハート、サーラ、ハート、ハート、ハート、ユンユン、癖がすごい癖がすごいジェシカ、めちゃくちゃいっぱいあるやん。パンチ、クマーデ、ヒロイン、コーリン、キャンディス、パトリシア、シャルロットにしよう。冒険を始め、設定を変え、はい。いよいよ始まります。エアーズアドベンチャーです。エンター、チェイサー、ヴィンセント。何時、法に背き、安定を乱した罪は大きい。よって処刑を行い、罪深き何時を救う者とする。言い残すことはないか。俺の首は細いんだ。子孫じるなよ。首を切られんのか。お待ちください。これはシャルロット姫、いかがなされましたか。すでに陛下から許しが降りてますゆえ、そのものを自由に、お父様には私が話します。あの方とは再び出会えるような気がするのです。モテる男は得だ。姫様の心も溶かしおった。ん？動くわけじゃないね。何のシーンの？何の街やって。十字旗動くんか思った。何の街やって。秘密結社に来たまえ。表の世界ではもう生きていけまい。我々は君を同志として受け入れよう。な、秘密結社がもうそんなすぐ近くにおったなんて。闇の世界案内人がいて。命拾いしたな。運のいいやつだ。めったに口を開かぬ王女様が。秘密結社に入ると逃げられないぞ。どこへでも行くがいい。ならず者め。ならず者スタートですよ。拾った命大事になされよ。なんだ、処刑はなしか、つまんねえな。
さっさと消えろ。また処刑されたいのか。ろくでなしには怪しい結社がお似合いだ。そうですか。秘密結社行ってきます。入団志望者よ、これより儀式を行う。三つの試練を克服せよ。はじめは戦いの試練だ。君の力を見せてもらおう。お、早速戦闘か。結社員が現れた。逃げる、防ぐ、戦うど、戦う。相手の攻撃、3のダメージ。結社員が殴りかかってきた。攻撃だ。結社員を倒した。2ターンで。爆発したぞ。こいつ、爆発したぞ。3の経験値を獲得。ゴギリス。ゴギリス手に入れました。達成です。探索の試練。通路奥にある宝箱を探り当てよ。走れないのか。走れないっす。音なんやねん。この音なんやねん。あるあるあう。何の音なの？何の音を再現したいの？A ボタン、はい。入団式の偶像を手に入れた。すごい、道が開いた。終了ですか。最後は行動の試練。まずは露天の商人に話しかけよう。次にどうするべきかはその商人が指示する。疑いを捨て行動したまえ。さすれば魂は再生されよう。謎の試練やったな。 1,2 簡単すぎるやろ。商人、商人どこにおる？エンタ様、生きていらっしゃるの、うん、処刑は免れたからね。死にだな。いいかよく聞け。道具屋で薬草会、もう一度ここへ戻ってこい。道具屋ね。忘れ草アンヌネジブス、アンヌネジスを使うと全てを忘れるそうじゃ。わしは忘れ草よりラム酒の方がいいの。もう忘れろ、そんな話。もうそんな話は忘れろ。ここは海猫亭、船乗りの酒場だ。関係ないみたいです。王宮前広場近くの道具屋はよく聞く薬草で有名だ。王宮前ね。ここは王都の港です。船をお持ちならここから出港できます。持ってません。持ってないみたいです。セゴーさんは王宮の近くに豪邸を建ておったんだよ。あ、お建てたんだよって。道具屋ならここですわ。よし、ここだ。狭ない入り口。入り口異様に狭い。買う。なんで A ボタンね。 A ボタンで決定。はい、薬草を買います。なんもないっす。よし、薬草買ったぞ。その薬草を持って酒場に行け。次の資料はそこで渡される。これで終わりかと思ってた。怪我しちまった。誰か薬持ってねえか。お前が死にでだな。あんた親切だ。ケロリと治っちまって。
なあ、あんちゃん、おごらしてくれよ。組織について話そう。一つの組は3人で構成される。組の中では本名は使わない。俺は酒樽の雫。そして僕は雨の夜だ。いや、お前を眺めするとは言ってない。早速だが指令が来ている。大商人聖光様の屋敷で文書を受け取ってこい。聖光様のお屋敷は東だったな。王宮から東に行けばすぐ目につく豪邸だぜ。一緒に行くんじゃないのか。まったく。東言うてたな。おい、東会ってんの。結社員は市民に紛れて暮らしている。豪邸言ってたな。豪邸はどこだ、ね、外には出られない。セーブ。旅の記録と治療。いや、別に疲れてないっす。冒険は記録しましょう。冒険は続けましょうよ。豪邸ね。これ豪邸か。鍵や。じゃあエンターの力の装備。お金が足らん。力の装備を。ここか。あ、こう宿や。眠れば元気になるわよと。どこよ商人。立派な人だ。なぜなら大金持ちだからだ。ちょっとよくわからん。大金持ちやったら立派な人なんか。結社の若者よ、大義であるな。さてこれなのだが、政治の重要な文書だ。王宮へ届けたまえ。のぞこうなどと思うなよ。逆らえばどうなるか。ガハハハ。そんなんを秘密結社に渡すかね。政治の重要な文書なんやろ。またこいつあれで首切られるとこいつ読んでるしな、すぐすぐ読み下ろし。入り口で読む必要はないと思うで、それ。親愛なる姫様、神聖な婚礼は大聖堂を用意させましょう。わしの力ならば講習会なぞ思うがまま、大聖堂にふさわしい拒む者も多すぎると殿方を蹴散らせますぞ。手荒な真似は不本意でありますからな。通信結ばれる日はすぐですぞ。ブロッサムセゴ、ブラッサムセゴ、セゴ。すぐ読めよったよ。王宮はどこなんや。こんな崖な、こんな崖なことある。国王陛下とシャルロット姫がおいで。こんなセゴの家近いんや。またセゴ様から屋敷へ大切な文書をお受け取りしました。君の仕事ぶりは見せてもらった。結社へ行きたまえ。話があるそうだ。どういう位置関係なこれ。なんで聖豪の家があって、で城があって、すぐ近くに結社があんの。もう横並びやね直接はいけないにしても、秘密結社がこう横並びであんのよ。3つの試練は全て克服された。結社の団員証を渡そう。この団員証ならば関所も出入り自由だ。姫様に何たること。おお、これは宮廷のいい機会だ。円田君、紹介しよう。こちらは何をとぼけておる。お主らであろう。セゴの金に目がくらみ、姫様をさらったのは。知らぬ。王女様がさらわれたなど全くの初耳。我が
国王陛下に背くはずがあるまい。陛下に逆らう者な、と仲間などごめんだ。姫がさらわれた？なんてことだ。これでは俺からの礼ができないではないか。俺からの口づけが結婚する気やったんやこいつ。おい、どこへ行くんだ。逃げる気か。めっちゃ逃がすやんあいつも。さあどうしよう。出たらええんかな。もう留守番。ちょっと街中でも走っていいと思うで。姫様が消えた。今宮廷中を探している。じゃあ王宮中を探しているだそうです。商人、旦那様はお借り、仮にお出かけになりました。旦那様は芝刈り。イエーイ、外でーす。アセント、結社員かい敵誰から、どんなモンスターなんかなと思ったら結社員かい。何のダメージ倒した。ハゼル、ハゼル結社員3の経験値。サンギリス、サンギリス手に入れたけど散らばっとんねんな。あんな散らばらんで、あんなハゼる必要ない。これなんや、村かい。こちらいたずら坊、これはいたずら坊主。いつ帰ってきよった。街道の北の親方にも顔を出しておくんじゃぞ。セゴ旦那はあの体で弓の腕は抜群だ。クロスボウに狙われたらおしまいだね。貴族たちが獅子の館に滞在しているようだ。セゴ家の仮に招かれた連中だろうな。なんかようわからん。オオカミが出るから森に行けないの。あんた家出したエンタ様かね。はい、そうみたいです。家出したんかな。キュートを出ますか。ここはキュートという名前やったみたいです。セーブはどこや。ちょっと館に行ってみようか。出るしかないか。またや。どんなモンスターや。あ、盗賊。盗賊です。あ、盗賊ナイフ振り回す。よし、こっちは剣を振り回す。ナイフを振り回す。こっちは剣を振ります。ナイフを振ります。剣を振ります。倒した。ハゼル、そのめっためたに打たんでもええと思うねんけどな。ほどほどに倒しちゃええと思う、ね、レベルアップ。強さが 1ポイントアップ。速さが1ポイントアップ。最大 HP が7ポイントアップ。すぐ敵一歩目で敵。レベル上がって一歩目で敵。盗賊、盗賊素早さがあるな。素早さこっち上がってるはずやな。
お、2回でいける。2ターンで倒せるようになった。ズタボロにしようかな。その雷鳴とともに。雷鳴とともにズタボロに引き裂くやつ。むちゃくちゃやで。いよいよこれ館やろ。エンタボッチャン、立派になられて覚えてますとも。8年前の嵐の夜、明けて翌朝、坊ちゃんの部屋はからびっくりしたのなんの。ささお入りくださいませ。旦那様を呼んでまいります。何日に戻ってきた。グリコ様、いいかエンタ、立派な公爵に育てるべく亡き父君に代わり、我が子と同様手塩にかけたつもりだ。わかりますとも旦那様。しかし過ぎたことなどならぬ。このようなものを公爵になど誰が認めようか。エンタはまだか。口癖じゃないですか、グリコ様。お、先客がいらした。明日の狩りは一緒ですかな。あら、美少年、美男子ですわね。私はフローク、これは妻のサラ。美しき貴殿の名はエンタチェイサー、ヴィンセントです。まあ、あなたが数々の姫ごとめくるめく冒険聞いておりますとも。あなたが、ところでエンタ君、君は数秘術に詳しいとか。こんな問いはどうだろう。明日の狩り、セゴーさんは何人の従者を連ねるだろうか。セゴー、何か。いや、聞いた話だが、ここはセゴーの従者は何人か。9、19、5、7、15。何ですの。それが数秘術だよ。古代から伝わる神秘の学びだ。お続けになって。足して187、名数を加え40に行きます。まあ、それは分かりまして、うちの姉妹は何人ですの。えい、ママよ、フログ夫人は何人姉妹か。85、6人です。ぴったりよ。素晴らしい語学も素敵ですわ。おいおい、明日になれば、なれねばわからんぞ。姉妹は当てたんですもの。従者の数も当たりますわ。明日が楽しみですな。誰が喋ってるか分かりづらいな、ほんま。全然誰が喋ってるか分からへん。学問を教えてくださらない？それに冒険のお話も。私の部屋で。今晩。おはよう、いい朝だね。エンタ兄さん。よかった、心配したよ。マリロか？俺は簡単に死なないさ。相変わらずだな。フログ夫人ったら色っぽくて、お先にだって。僕は興味ないけどね。もうなんか先に進めちゃったよね。お見事、さすがは聖子様。なんの、馬でも鹿でもかかってきたまえ。ぐあはは、次の妹はまだか。早くせんと、お前が鹿だぞ。ぐあはは。どこがおもろいん。お笑いの言葉使え。今日の狩りも常習日ですわ。そうですか。セゴー殿、セゴー旦那は人使いの荒い人だよ。私そろそろセーブしたいなって思ってるんですよ。夕食の時間まではまだ間がありますよ、つって。私セーブしなくなってきたんですよ。
エネタ君遅れてご到着だね。従者の数はぴったり40人。君には脱帽するよ。ちょっと私セーブしたくなってきて。あ、セーブ来た。やったセーブ。カイブロが良くないわよ。解放して先へ差し上げましょうか。当てないでちょっと休みましょう。じゃあ嫌だ。帰って疲れてしまったかしら。はい、冒険しましょう。はい、協力しました。続けません。私の膝を枕に。お疲れ様でした。愛しい方。はい、ということで、イヤーズアドベンチャーでございました。